滝の上に取水口を設置。もうちょっとこっちに。こちらは継ぎ目や土台の補強に専念する。ええ、畑の水やりも楽になります。さあ、どうやって食べようか。ああ、食べたりして平気なのかしら。遠慮しないで食べてくれ。これは、おいしいです。好評だったので今回は売り切れたな。